はようございます。釣り子 TV です。釣り具屋さんにね、こんな感じの新しいスピナーベイトがね、売ってまして、あのディスタイルのディアルファ、スピナーベイトっていうことで、ディスタイルっていうとあのディスパイカーがね、印象があるんですけども、そうではなくて、いわゆるまあなんていうか普通のオーソドックスな感じのねスピナーベイトが登場したのかなっていうことで、価格はね、968円、結構ね専用のパーツをねふんだんに使っているんですけども、1000円超えないね968円っていうね、値段で買えたっていうことでですね、と思ってね、8分の3オンスダブルウイローモデルを買ってきましたよ。でね、カラーが面白くて、親指のところにあるんですけど、カラー地味ね、地味っていうカラーがね売っていたんで、買ってきてみました。早速ねどんなスピナーベイトかね、開封してみていきたいと思います。 D アルファスピナーベイトで、いやー青木プロすごいですね。もうねアメリカの大会で優勝されたり、今回もまた決勝の方にね残られていて、これはいよいよ来年ね上のシリーズに昇格なんかあるんじゃないかなと。みんなで、ね、なんですかね、ディスタイルのルアー買ってね、応援したいですよね、日本からね、なんて。で、まあ、こう、収められてるのを、で、パッケージがかっこいいですね、これね。デザインが渋い。こんな感じのパッケージで、かっこいいですね。で、肝心のルアーはこんな感じ、地味カラー。いやー結構ね、こうなんだろう、ハニカムのなんデザインみたいなブレードがついてます。まあでもね、軽やかは軽やかなんで、でもなんだろう、こういかつい印象の受けるこういったブレードがついていて、で、結構細かいここら辺ね、あのパイプ、これもね金属製のパイプがついていて、ここら辺はねずれないように溶接されていて、しっかりとここで回ってほしいっていうところをね、固定していて、結構ここら辺の作り込みがですねすごい細かいけどね、900円台でこんな感じでねしっかり作ってくれるんだっていうところと、あとねここね、ここもねしっかり溶接されてますね。うん、でヘッド周りはこういう感じの頭のデザインね。で、ここはねワイヤーとかでなくてね、これはスレッドでね、しっかりとずれないようにというか、結ばってますね、固定されていて。でスカートのボリューム感はこんな感じのボリューム感ですね。で、針、これはですね、フッ素加工のいい目の針がついてくれていそうだなと思って、ちょっと、このカバーを取ってみますね。とここはですね、フッ素加工の結構太軸のね、アメリカのトーナメントでも戦うようにってことですかね、結構ね太軸のフック、ただそれをフッ素加工しているから丈夫そうな刺さり抜群のフックがついていて、でトレーラーワームつけた時のキーパープがこんな感じ、これもね、シンプルだけど非常にずれなそうなねいい感じのね、ワームキーパーがついております。 ADR ということで、ね、これはね使いやすそうなスピナーベイトだなっていう感じで、色も綺麗ですね。じゃあねちょっとこの裏の方に説明が書いてあると思うんでちょっと見ていきたいと思いますけども、超過を加速させるプラスアルファ、近年の複雑化するルアーの使用用途をよりシンプルに、それが D アルファシリーズってことで、これスピナーベイトだけじゃなくてこれ D アルファっていうこと、いろんな、ね、ルアーが出てくるのかな。
スピナーベイトをより、使いやすく身近な存在に、セミコンパクトサイズ設定で日本全国、いや世界でも通用するように想定して開発を行ったのが Dα スピナーベイト。魚影が薄くても、バスを寄せることができるパワー、各パーツや形状などウエイトごとに最適化することで、基本性能を最大限まで高めました。心地よい巻き感はボディ全体を縦に揺らし、バイブレーションを発生させて、バスを誘い込みます。ニューコンセプトデザインのブレードがより巻き感をブーストさせます。水平姿勢に泳ぐようにバランス設定を行うことでフッキング率が向上し、バスを逃がしませんということで、でヘッド部分すり抜けと、低重心を両立したヘッドデザイン。ヘッド上部のキールは、直進安定性の、向上と低重心化に一役立っています。ワイヤー、強度とバイブレーションを生むステンレスワイヤーを採用。ブレード、バイブレーションと独特なフラッシングを生むニューコンセプトブレードデザイン。ブレード表面と、裏面の、デコボコ、形状加工はフラッシングをより乱反射させ、明滅させます。ブレード表面の、デコボコは、流れる水流をしっかりつかみ心地よい巻き感を、実現。フック、フッ素加工の、特注の、30番フック。トレーラーフックがなくてもバイトに持ち込めるサイズ感。スカート、ブレードの振動と共鳴するムービングカットのシリコンスカートということで、ワンポイントアドバイスがね、さらに下の方に書いてあります。 Dα スピナーベイトと D スパイカーの使い分け、ルアーのパワーがキーです。ハイプレッシャーなエリアやクリアウォーターなどルアーのパワーがデメリットになる場合は D スパイカーの出番です。逆にルアーパワーが必要なシチュエーション、広く、サーチする場合や、濁りがある場合は、Dα スピナーベイトが有効になります。適材適所で、ぜひ使い分けてみてくださいっていうことですね。これはね、ちょっとね、使いやすそうな、なんていうかね、そこまでコンパクトじゃないんですよねって言ったら語弊があるんですけど、本当セミコンパクトっていう感じで、まあ、例えば、そうですね、ビーブルとかよりはちょっと大きいのかなっていうとこなんですけど、好きなスピナーベイトで言うと、スティーズスピナーベイトよりはちょっとコンパクトなのかなっていう、本当ね、そのなんだろう、コンパクトと自分の中でフルサイズ気味かなって使っているスピナーベイトのちょうど間っこぐらいのなんかねサイズ感なんですよね。ね、これがね使いやすそうだなっていうところと、なんだろう、各ねそのフックとかブレードとか、あとはこれはねちょっと巻いてみないとね、この巻き感っていうのはねわかんないんで、釣り場でどんどん巻いてますけど、なんかこれは絶妙なバランス。これで1000円ちょっと切る値段で買えるんであれば、スタンダードに使うスピナーベイトのね1億になるかもしれないなと思って、早速ねちょっと1個買ってみたんで、実際に投げ込んでみたいと思いますね。アメリカでね、アピプロ大活躍してね、エリート昇格してほしいですね。まあ、こんな感じで、いいルアーもねディスタイルからねいっぱい出てきだしてますんで、まあ、ここら辺を買いつつね、ライブ配信なんかを見ながら青木プロね、ディスタイルを応援していきたいじゃないですか。はい、というわけで本日の釣り子 TV はですね、こちらディスタイルのですね新しいスピナーベイト Dα スピナーベイト、これをね一つ買ってきてみて開封してみてっていう動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。